失うものないでしょ、はい、マイナスになることないっちゃ、はい、0点益いきますよ、いいですか、2番見てください、はい、2番、平行四辺形のマークですね、平行四辺形 ABCD で右の図のように対角線の交点 O を通る直線を引き、2点 ABCD との交点をそれぞれ PQ としますですね、してありますね、ちゃんと PQ ね、はい、いいですか、この時 OP イコール OQ となることを証明しなさい、 OP と OQ が等しいことを証明しなさいと言われたら、 OP と OQ を一つの辺とする三角形を見つけないといけないね、どの三角形どの三角形の合同を言ったらいいかっていうのを自分で決めましょう、はい、どの三角形でいきますか、BPO と DQO いいね、あのこれ2つあってちっちゃい三角形と大きい三角形を使うことができるってね、あ、そうっすね、うん、どっちでもいいよ、どっちでもいいっすか、うん、どっちでもいい、自分で決めてもらえる、こうあって今こう通ってるでしょ、で今言ってくれたのはこの三角形ね、はい、こうマーカーで塗ってください、で、スタートはちょっと斜めになっちゃったかな、あんまり気にしたくないんやけど、神経質になったら嫌なんでね、はい、いきましょう、 ABCD ABCD で、ここが O で、PQ いきますね、で、正面は三角形BPO にしますか、 BPO ときたらこっち三角形何と言ったらいい、DQO、 いいねいいねいいね、いいんじゃない、 DQO に置いてからスタート、でこれどういう意味かというと、今から証明しますから、この2つの三角形を皆さんよく見てくださいよって言ってるんです、はい、三角形 BPO と三角形 DQO の合同の証明をしますからねって言ってるんです、で、まずどういう方針でいくかですけど、三角形の合同条件いきますよ、3組の辺がそれぞれ等しい、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい、1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい、さあどれが使えそうですか、そこが大事なんです、それを方針って言った、どれを使おうかっていうのが一番大事なんですよ、これが分かれば全然難しくない、方針です、もう一回言うよ、はい、3組の辺がそれぞれ等しいを証明する、それを使うのか、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいを使うのか、1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいを使うのか、はい、どれでしょう、角とか出てきないから3組の辺あの全然やっぱりダメ、ダメなぜかっていうとね、はい、PO と QO が等しいことを説明しなさいで3組の辺が全部等しかったら証明する前から等しいって分かっちゃうことになるでしょ、そうじゃない対角線、まあ対角線はそれぞれの中点で交わる4番目よね、はい、対角線はそれぞれの中点で交わるから少なくともこいつは保証されてるわけ、ああ確かに、そしたらあとはどっちですか、2組の辺の比が辺とその間の角か、1組の辺とその両端の角か、どっち、正解です、なぜならば2組の辺だったらこれとこれ挟まれないからでしょ、またはこれとこれ挟まれないからでしょ、だから長さが等しいってどこにも根拠がないじゃない、ましてやこれは今から証明するっちゃき、いいですか、大丈夫ですか、もう全然やっぱ感覚がずれと、もう一回言うけん、はい、これとこれが同じ長さにならないかんったりね、それを証明しなさいって言われたわけよね、これとこれ等しいってことを証明しなさいって言われたわけよね、でこの三角形選んだわけでしょ結局、はいはい、ね、でです、使っていいのは対角線はそれぞれの中点で交わるからこの長さは等しいよねってことだよね、あとは平行だったら三角等しいっていう、これ平行四辺形やき、
平行だったら錯覚が等しいって必ず使うんですよ、ほとんどの問題は。錯覚が等しい、つまりどういうことかというと、こことここって錯覚で等しくないってことなんですよ。ですか。そしてどんな図形でもこことここは何で等しいんですか。対頂角。これで一組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいってことになるわけです。いやいや、まだまだ、まあ、今からとにかく練習してくださいね。で、いきますよ。平行四辺形の対角線はそれぞれの中点が交わるのでって書いてください。平行四辺形の対角線は、平行四辺形の対角線はそれぞれの中点が交わるので、こっちの三角形を先に書いちゃうでしょ、こう。だからこっちの対角線を先に書かないといけない。これを DO を先に書いたら順番がごちゃごちゃに相手がなるんよ。これとこれ見てねって言って、これを先に書いたらこの三角形に関係する対角線の方を書く。 DO と B を等しいけん D を先でもいいじゃんっていうのはちょっと不親切な、相手が混乱するわ。だからこっちを先に書いてるんで、じゃあこっちがこう流れからいくと BO が先に書いてあったらすんなり相手が理解しやすい。だからそこまでその答案を見る人のことを考える思いやりがあるかどうかです。いいですね。はい、そういうことです。で、 BO イコール DO でしょ。その次ですね、あと一個、これとこれ AB 平行DC より平行の時何が等しいを使いなさいと言いましたか。三角、三角は等しいので、三角は等しいので、で、こことここですよ。はい、角なんでしょう。あら、錯覚はこの印の方やね。あ、はい、この印、うん、PBO よね。 PBO、 はい、 PBO ときたら QDO、 あ、2番目ね。そしてさっき黒丸、青丸で書きました。何書くですか。対頂角です。対頂角、対頂角は等しいので、で、角 BOP、 BOP ときたら角何ですか。 DOQ だよね。DOQ で、123よりということになります。で、さっきの合同条件何でしたか。一組の辺とその両端の、一組の辺とその両端の、それぞれ等しい、等しいのでと書いて、ちょっと書けなかったと書いて、一番最初のところに戻ればいいですよ。ですね。三角形 BPO を合の三角形 DQO。 ところで最終的な結論は何が等しいを言えばいいと、うん、
OQ、うん、が等しい。で、OP イコール OQ。もうめっちゃ硬いことを言いんしゃー先生は、合同な図形の対応する辺は等しいのでとか、がっつり書きなさいという先生もおっしゃるけど、入試はもうこれ寄ってでいい、これとこれ合同だから、これとこれ等しいよねっていうことで、ここで習うやん。で、習ったけど、でもはっきり言わせてもらっていい？俺が取れちゃっちゃう、はい、そこでみんなが自分で練習せんき、いつまでも自分に落ちてこない。コーチや監督が練習しようのを見て、ああすればいいねっていうのは分かったんやろうけど、でも実際自分は何も動かしてない。そこに根本的な間違いがあるんです。だけ何をしたらいいかというと、もう一回図を書いて、で自分で正面もう何にも書いてないところを書いていって練習すれば、はい、いいですか。はい、どんどんいきましょう。3番いきます。線分 AB の中点 M を通る直線 L に、線分の両端 AB からそれぞれ垂線 AHBK を引きます。はい、垂線というところをマーカーで塗ってください。もう垂線と書いてあったら、そこの角度が直角ですよっていう保証がされてますよね、90度ね。で、1番 AH イコール BK であることを証明しなさい。じゃあもう三角形2つしかないけどさ、はい、ね、AH が先に書いてあるので、三角形なんと、三角形なんと言ったらいいですか。三角形 AHM と三角形 BKM においてね、そこからスタートです。これは直角三角形の合同条件、直角三角形の合同条件。はい、じゃあ僕も図を書いて準備をするので、もう自分で正面進めていいですよ。中点って書いてあるね。中点よりって書いてもいいし、もう書いてあったら仮定よりでも構いません。問題文に書いてあって、すぐ分かる内容を仮定と言っているわけですね。仮定より M が中点なので AM イコール BM、 1番 AM イコール BM です。いいですか。はい、じゃあその次いいですね。つまりこれで、もう一個いこうか、仮定より。ここ垂線って書いてあるけん、角 AHM イコール角 BKM で、ちょうど90度の時だけ
イコール90って書くのが普通で、これが2番目。今直角三角形で斜辺が等しいっていうところまで来たんですよ。で、斜辺と合同条件が2つあったね。直角三角形の合同条件、斜辺と1つの鋭角、うん、もう1つは斜辺と隣角がそれぞれ等しい。さあどっちでしょう。斜辺と1つの鋭角、そっちの方です。正解です。斜辺と1つの鋭角、ここでしょう。体調書くでしょう、はい、ね、体調書くは等しいので、だいたいこのバージョンが多いんですよ。文章に書いてあること過程で2つまで分かるんですよ。あと1つを自分で探さないといけないんです。今回は体調書くなんですけど、体調書くは等しいので、等しいので角 AMH、 角 BMK、 で直角三角形の合同条件の時だけ直角三角形でっていうのを書くようになってますね。だからここに123より直角三角形で斜辺と斜辺と一つの鋭角がそれぞれ等しい。最終的に何が等しいやった AH イコール BK、 客観的に判断してどこが難しいとかあります？見つけるところがすぐに分かる、難しかった、うん、でもこれは難しくないって。難しくないね。難しくないと思います。はい、じゃあその次4番いきましょう。三角形、あ、平行線、平行四辺形 ABCD の辺 ABBCCDDA 上にそれぞれ点 EFGH を AE イコール CG、 BF イコール DH となるように取ります。その時四角形 EFGH はどんな四角形になりますか？何になると思う？もちろん平行四辺形でしょ。あ、平行四辺形でしょ。じゃあそれを証明しなさいと言われたらどうしたらいいと思いますか？ただ想像するだけだったらね、形で大体わかると思うんで。じゃあ平行四辺形になるための条件5つのうちのどれを使いそうですか、証明するとしたら。少なくとも角はない。うん、角はないよね。あと、うん、まず一番からチェックしていったらどう？一番って二組の辺が、二組の向かい合う辺がそれぞれ等しい。あんたも等しいから来ると、あ、等しく、あ、平行でしょ、はい、一番平行でしょ、はい、これは順番ものすごくこだわったでしょ。平行そしてその平行いけそう？いや、いかんよね。多分平行は使いにくいよね。はい、ちょっと待ってね、どんな形か、こっちか、こことここが同じ長さで、そしてこいつか、こっちがこの辺に来たかな。
ちょっとこっちか。これとこれがと同じ長さだね。で結びました。じゃあ一番ダメでしょうね。一番ダメでしょう。じゃあ二番は二組の向かい合う辺がそれぞれ等しい。等しい。さあこれはどうでしょう。使えるじゃん。使えそうや。ちょっと保留しとこうか。使えそうやね。で、3番目は2組の向かい合う角がそれぞれ等しいは使えんやろ。どこにこう角が等しいって保証があるか。ないから。ないよね。使えんよね。それから対角線がそれぞれ中点で交わる。対角線引いてないんです。ないです。もともとないです、ね、ないでしょ。じゃあ最後は1組の向かい合う辺がそれぞれ等しくて、あ、もうそれぞれ多分ないと思う。あ、そう、一組よ。そうそう、一組の向かい辺が平行で等しい。等しくて平行やったかな。どっちやったかな。等しくて平行やったか。等しくて平行。そう、あの、年によって違うんだ。じゃあ、もう2番しか残らんった。二組の向かい辺がそれぞれ等しい。確かに、一組。もうそれしかない。それを方針と言われる。自分が知ってる。だから、方針が立てられない人は、その5つの平行四辺形になるための条件が覚えてない人はもう最初から勝負できんわ。だからそれを覚えて、まず5つ覚えていてどれが使えそうかというのを想像して、そしてそれを使っていくように持っていくね。そしたら一応、ただ例えばね、例えばこいつとこいつが合同って言ったら長さ等しくなるわけでしょ、はい。でまずそれいきましょう。三角形 AEH ですかね。三角形 AEH と三角形 AEH としたら H と三角形 AC AEH のだな。 C C C G F ですね。2を置いて、今照明の練習をしてるんで、よかったら参加してください。今了解だと思います。で、置いてるでしょ。じゃあちょっとアルファベット打つね。AFH。 CGF。 で、ここは P で、ここでいいですよね。さあ行きましょう。まず仮定よりこいつとこいつ等しいって書いてあったよね。 AF とどこだっけ。AE と CG ですかね。 AE と CG 仮定より、ね、それと平行四辺形の向かい合う角はどうですか。等しいので、つまりこことここです。もともとは平行四辺形って分かってるんでね、向かい合う角が等しいので角、うん、A を真ん中に置いてくれるからね。抜きますか。ここでしょ。 A を真ん中に持ってくるんでしょ。はい、はい、持ったら、あ、こアルファベット間違えちゃうみたいな。ここいいや。はい、どうぞ。 EAH って言ってくれたかね。 EAH イコール、 EAH イコール GCF。さて、ここまで等しいって分かりました。この辺とこの辺等しい、角が等しい。
ここまで条件が揃って3つ目は自分で考えるんだけど、三角形の合同条件の何が成り立ちそうですか。三角形の合同条件の何が成り立ちそうですか。二組の辺とその間の角はそれぞれ等しいが使えそうですよね。だってこの角とこの角等しいって保証ないもんね。とした時にいいですか、元々の長さが等しいったよね。平行四辺形の向かい合う辺が等しい。もうこれぐらいは分からないからで、そういう話をしてなんかピンとこない人がいるんで、例えばこれ10センチとしてここを例えば4センチとしたら残りって何センチです？6センチ。ここ6センチ。もともとが同じ長さで、それから別の同じ長さを引いたら残りも等しくなるよねってことは常識よね。ですね。それをちょっと言葉で言うのがめんどくさいんだけど、難しい問題とめんどくさい問題とは違うよ。難しいっていうのはどうやっていいかわからんのが難しいの。めんどくさいっていうのはちょっと文章で変えたりするのがめんどくさい。全然難しくないです。これとこれが等しい、ここも等しい、ね、だから残りは等しいと持ってくるわけです。でもし言葉で書くなら平行四辺形の向かい辺は等しいのでって書いて AD イコール BC と書かないか、ちょっと書きましょうね。平行四辺形の向かい合う辺は等しいので、で AD イコール BC なんですね。例えば3番にしましょうか。それで仮定より、DH と何やったっけ、 BF と DH やった、 BF と DHDH を先に変えたらいいかな。この仮定をちょっと右と左入れ替えましょう。そしてここ AH、 AH は何から何を引いたものですか。 AH は AH は何から何を引いた残り、何から何を引いた残り、 AD から、そうやない AD から H、 ああ DH にしましょう。ここ DH って書いてある DH を引いた残りで、今 AH ときたのでこっちで言うと F、 あ CF、 CF は何から何を引いた残りでしょう。 CB、 BC って言った方がいいですか。あ、一応こっち BC にしたので、いや、うん、本当は CB の方が良かったかもしれないけど、そこはちょっと迷ったっちゃうな。でもいいです、 BC から BF、 BF を引いたのこれですよね、うん、で、ゆえに34どうしましょうか。これ56とかしたらめちゃくちゃやっちゃうかも。3456より、たったこれだけのことがなかなかできないんですよ。みんな全然大したことない。これからこれ引いた残りとこれからこれ引いた残りは等しいですよね。 AH イコール CF なんですよ、7番目で。結局今こことここが等しいって分かったわけ、こことここ等しいって分かったわけ、つまり127よりです。127より2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい。
上がり7まで来た本当はね、ここ打たんでいいかもしれないと思う、うん、打っとっても問題ないんですか。いや、打っとって別にあのこれを全部使わないとこれ言えないんですよ。そういう時どうしようかなって迷ったんやけどね、うん、はい。で、最初に戻ります。三角形なんだっけ、 AEH かね、 AEH 合同三角形 CGH なりで、よって最終的に何が等しいと言いたい、よって最終的に、ここだっけ、どんな四角形になりますか、うん、正規ポイントがボケちゃうかな。結局何番目を使う仕事になったら平行四辺になるための条件、向かい合う辺、2組の向かい合う辺がそれぞれ等しいを使うってなったんでしょ。あ、はいはい、2番目なんでしょ、はい、ということは何が等しいと言えばいいわけですか。今合同って分かったんで、うん、2組あれ長方形なの。今この合同が証明終わったんですよ、はい、で、よってと書いて何が等しいって言えばいいんですか。よってボケちょう、こいつを平行四辺形と言いたいわけでしょ。あ、で、2組の向かい合う辺が等しいと言いたいわけでしょ。だから三四角不思議もう何のために今まで証明してきたかが、方針としてはこれとこれが等しいことを言いたいんじゃない。あ、はい、最終的にだから EH イコール GF、 例えば EH イコール GF。 いかんいかん、何をしようか分かってない。だって一番最初に2組の向かい辺が、それぞれ等しいを使おうねって言ってスタートしたんでしょ。で、今証明が終わったら当然2組の向かい辺って、向かい辺はこれとこれしかないんで、こうですね。でも2組のっていうことで今1組しかいけないよ。で、これをまたこの三角形とこの三角形で証明をするとめっちゃ面倒しいでしょ。あ、駅なんか省略の、はい、だから同様にしてって言葉が使えるようになってるんですよ。同じようにすればできますよっていうことです。同様にしてなんです。この三角形とこの三角形の合同はあえて言わなくていいですよってことになってるんです。全く同じことするわけですですね。で、同様にして、EF と EF と GH ですか。ですね。ちょっとありえへんワールド言っていい、はい、8番9番で、8、9よりでさっきの2番目に来たるより8、9より2組の向かい合う辺がそれぞれ等しいので、だからこれね、ここまで書かせるの大変だから、ただ形は何ですかしか来てないんです。証明しなさいって書いてないんです。ただ今証明の勉強してるんで、当然ね、形だけで平行四辺形って言っても根拠がなかったらダメなんで、いいですか、大丈夫ですか、理解できますか。椅子で8、9より、2組の向かい辺がそれぞれ等しいのでって書いて、四角形 EFGH は平行四辺形であると結べばいいわけです。最後こうちょっと書くスペースがないんですけど、2組の向かい辺がそれぞれ等しいのでと書くべき、2組の向かい辺がそれぞれ等しいので四角形 EFGH は平行四辺形になるで、あるかになるかどっちかですね。はい、じゃあ5番いきましょう。平行四辺形 ABCD で AC から対角線 BD へそれぞれ垂線 AECF を引きます。
この時四角形 ACF は平行四辺形であることを証明しなさい。さあこれは5つの平行四辺形になるための条件のうち何を使ったらいいと思いますか。何を使ったらいいと思いますか。何を使ったらいいでしょう。これ決めてください。平行四辺形です。なるための条件の5つのうちの何番目を使ったらいいでしょう。4番目。対角線はそれで中点で交わります。対角線がないとよ。あ、そうっす。うん、ちなみに自分が生きてるやつもめちゃくちゃ有名な問題があって、対角線がそれぞれ中点で交わるのはちゃんと対角線が引いてあって、ここに O とか書いてあって、でこうあったじゃん、こことこう同じ長さのとこ点取りますよ、これを結びました、この四角形は、どういう形になりますか。平行四辺形証明しなさい。めっちゃ簡単で、もともとこれとこれは対角線それぞれ中点で交わると等しいよね。でこことここも等しいよね。さっきと全く一緒、これとこれが同じ、それからまた別の同じものを引いた残りも等しいという、この形が4番なんですよ。対角線がそれぞれ中点で交わるので四角形なんとかは平行四辺形になる。もうパターン決まってるんですよ、とにかく。で勉強した人はそのパターンが分かってるからスイスイ解けるわけです。だって真ん中に対角線がないのに4番っていうのはおかしいんですよ。じゃあ何番でしょう。何番でしょう。ちょっとあっちゃん久しぶり質問しましょう。何番だと思いますか。素晴らしい。5番目です。5番目ですよ。その通りでしょう。一中の皆さん一中に負けたらダメよ、本当。一中の皆さん一中に勝ってね。5番目でしょう、これは明らかに。ですね、こう垂線引きます。あ、ちょっと垂線らしくないな。90度、垂線引きます。で、最後結びます。こいつが平行四辺形になります。なぜですか。まず2組の向かいの辺がそれぞれ平行は使えんでしょうね。それぞれ等しいも使いにくいでしょう、多分使えんでしょう、2組の向かい合う角がそれぞれ等しいも使えんでしょう。対角線書いてありません。ちなったらこの三角形とこの三角形の合同を言うことによって、ここの長さとこの長さ等しいってことを言えるわけ、言えるでしょうね。でしかもここわざとこの問題作った人が引っ掛けてるんだけど、外側に直角書いちゃうけど、ここにこう書くと錯覚は等しいわ。平行だったら錯覚が等しい、逆に錯覚が等しかったら平行なんだ。だから一組の向かう辺が平行でその長さが等しい、等しくて平行。いいっすか。消去法で言ったら5番しか残らんでしょ。5番しか残りません。はい、じゃあこれ一応ちょっとね、前半戦のラストにするので自分なりに証明してください。もう一回言いますよ。この三角形とこの三角形の合同を証明して、まず長さが等しいと思ってきます。そして錯覚が等しいので平行と思ってきます。で結局 1,2 より、等しくて平行ですね。一組の向かう辺が等しくて平行なので平行四辺形と持ってきてください。はい、どうぞ。頑張って頑張って。
ってる映ってる、ゆずゆずの。いつも上が切れるじゃん。最後だけちょっと残しました。まずごめんね、後ろ見えにくいでしょ、ちっちゃいでごめんね。この三角形とこの三角形においてまず平行四辺形の向きが変なのでこれとこれが等しい、平行だから平行四辺形だからもちろん平行、錯覚等しいのでことこ等しい、垂線を下ろしたと書いてあるから仮定よりここ90度、直角三角形で斜辺と一つの鋭角がそれぞれ等しいのでこことここは合同になります。だから AE と CF が同じ長さですよというのがここです。 AE と CF が同じ長さですよ。そしてさっきもちらっと言ったんだけどこの角とこの角が等しいのでこれってこんな感じになってるわけね、こんな感じになった音、こことここ等しいよみたいな感じになってる、こことここ等しい、つまりこの2つが90度で等しいってことは錯覚が等しい、錯覚が等しかったら平行ですよ、錯覚等しかったら平行ですよ、平行だったら錯覚が等しい、裏返し、錯覚等しかったら平行で結局、4番と5番より4号より一組の向かい合う辺が等しくて平行なのでって書いてます。で四角形 AECF は平行四辺形になるというね。最後そこ書くスペースがいよいよないんで4号よりで一組の向かい合う辺が平行で等しくて平行ね。で平行四辺形になるということです。いいですか。多分平行四辺形を使った照明が中心だと思うんですよ、本当の範囲だったら、はいね、でたくさんの問題を解く必要なくて今日4台ぐらい照明したのでそれを確実にできるようにしたらいいです。まず、はい、それも大事、それも中途半端で他の手出して全然パニックってわからんってなったら一番最悪なんですか。はい、ということでした。じゃあ皆さんしっかり復習をしてください。ちょっと休憩します、はい、7時半から授業なんでね、それまでまあちょっとなんか腹ごしらえ先しようかね。しっかり移動してください。